っしゃーよっしゃーよっしゃー、やっとお前の自力消費が。オッケーオッケーオッケー、俺は嬉しいよめっちゃ。あーやっとや。オッケーオッケーオッケー、なんかお前の価値があって、なんかいろいろ見えてきたよ。あーこれから先どん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 高み目指していこうや。そうっすね。まあ今月の頭から大日本で他団体倒して、Cバトルでも翔太のやつら倒して、そして今日もまた他団体、違う団体ゼロワンから来た人間倒したぞ。おい、俺らいろいろ見えてくるもんあるんじゃないですかね。あまあこれからやろうか。おお、いますか。いろいろ企むとこあるから、ね、いろいろやっていくよ。よし、どんどん動いていくぞ俺ら。よし、行こう。オッケー、行こう。おっしゃ。前回 TKP でやった時は僕が 2AW が勝ったんですけど、今日はちょっと 2AW のホームということで手が回って負けしました。なんか若松選手が2年前初めて他団体とした時に僕のラリアットでドナルドダックみたいな顔になってましたけど、まあ今日はまた2年前と同じラリアット打ったら返したってことは、若松選手の2年間は、まあ、すごい頑張ったなという気持ちもありますし、まあ、浅川選手はなんか僕が会った時は怖い浅川選手でしたけど、今見たらなんか丸くなって後輩の後押しするような先輩、それじゃちょっとつまんないです浅川選手。僕が4年前戦った浅川選手はもっと怖くて強くてやったのに、そういう浅川選手もっと引き出してくださいよ。このままだと前の名前のゴーなんちゃらになったなっちゃいますよ。前回の TKP でも負けて、今日も負けて、でも関係ない。俺は何度でも 2AW に乗り込んでる。勝つまで絶対行ってやる。その時またやり返す。若松さんと去年組んで試合したことあるんですが、今日やってみてすごい、まだ壁は高いなと思いました。でも次やるときは自分ももっとレベルアップして戦っていきます。よし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 、はあはあ、くそ、青柳くそ、くそ、でも俺は納得してねえよ、納得してねえ。形が負けになっただろうと。おいおい、俺はタップしてねえぞお前。くそ、まだ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 インフィニティ続くでしょ。ぜひまたあんたとやりてえな。それにも加えて、全日本プロレス借りあるやつ、借りあるやついっぱいいるんだよおい。必ず俺は一つ一つまた返していくからな。くそ、よし、いやどうしたらいいんですか。いや今コメント出してくださいって言われましたけども、いやなんか僕も何と言ったらいいのか、オファーをいただいたから来ただけなんで何とも言えません。とりあえず今日僕も呼んでいただきありがとうございます。千葉のブルーフィールド大越の、あ、違う、2AW スクエアアリーナでしたっけ、そこに大越の皆さんありがとうございました。オファーされたから来ただけなんで、オファーがない限り僕は来ることないんで、また豊田会長でしょうか、オファーをいただけたら来ます。ありがとうございました。おい、マシモ、おい、見たか、おい、何してんのお前ね。わかるか、おい、3.21、後楽園。いや、その前に、今週の T バトル、おい、俺たちシングルで連敗や。おい、何が無道じゃ。おい、道なんかな、どこにでもあんねん。お前と同じ道を、誰もが歩むと思うなよ、これ。くっそ、やってくれるね、中島。なあ、俺文句をつけようねえぐらい、はい、勝ったよな。そうですね、俺たちは今日勝った。何の偉業なんだあいつ、まだなんか言ってくんのか。面白い。てめえはよ、次27日だっけ、
そこのシングルで終わりだ。逃げ道がどうだか言うなら、じゃあよ、おい、てめえらどうせセコンドつくだろう。俺らもよ、セコンドつけるからよ。お互い逃げ道なしのルールでやろうぜ。てめえを絶対逃がさねえ。そうだな、おい。はい。ああ、今、俺らとザ・ルール、構想してるけど、今日も勝って、先週はちょっと俺が負けちゃったかもしれないけど、今日完全に俺たちの勝ちだ。これからも、そして、3月21日、後楽園も、マシモさんがベルト取って、俺たちの完全勝利だ。よーし。しゃ。今、思いついたぞ、おい。お互いセコンドつけて、ランバージャックルールで勝負しようぜ、中島。あ、おい、俺もな、おう、杖ダブル。見ねえんか。世界を渡り歩いて、いろんな奴の、チョップ、受けにしたけどな、おい。滝沢、お前最高のチョップしてんな、おい。おお、今日はな、俺がたまたま、今日試合前に、今日スクワットだからよ。足の筋肉痛で最後、立てなかったけどな、おい。おお、おい。今日はこんくらいの差だったかもしれないけどな、この差ってのはな、簡単には埋めるねんだバカ野郎。おい、俺はな、信念持ってどんなリングでも上がってんだこの野郎。おい滝沢、もう一度とかそんな安いことは言わねえよ。だけどお前のチョップしっかりここで覚えたかな、バカ野郎。以上だ。あ、ティーオーク、ああ聞いたな。対抗戦でよ、こんなこと言うのもちょっとあれだけど、今日の試合めちゃめちゃ楽しかったよ。ああ、もっともっともっとチョップ打ち合いたかった。ああ、でもよ、今回は引き分け。ああ、当然よ、次もあるよな。ああ、引き分けのまま終わらせねえぞ。ああ、どっちが強いか白黒つけようぜ、おい。いや、さすがにこれじゃ終わられへんな。ああ、ルールちょっと変えてまた行くからな。そうだな。私は王様だ。しかし王様ではできないこともある。私は王様を辞める。え、大丈夫や。あいつは大丈夫や。あいつも、あいつにはな、考えがあるはずや。大丈夫、俺はあいつのこと一番分かってる。ああ見えてな、あいつは一番プロレスのこと考えてるから大丈夫や。なんかあいつにはあるんやろ。それはあいつに任せるとして、そろそろあいつ呼ぶぞ。おう、形変えてこの続きやるからよ。勝手に終わったつもりになってんちゃうぞ。行くぞ。なんか楽しみっすね。言うときあいつに、とりあえず、はい、言いたいんはあいつらブードゥーマーダーズやろ。この対抗戦では
絶対負けられへんよな。 そして俺ら 2AW のベルトが向こう取られてんぞ。はい、その現状許せるわけにはいかん。うんうんうん、ああ絶対ここは勝とう。はい、ああこうっすね。お前が言った通り強楽やろ。そうです。ああそれで押し通そう。はい、ああいやもうね、本当に他団体、ベルト優勝して、自分ら指くわえて見てる場合じゃないんすよ。自分らが、まず動き出して、まずベルトを取って、あの反則ばっかりのベルトを自分たちが強さの象徴として巻いていかないとね。はい、そう思って、僕勢い喋っちゃいました。すいません。いいよ、もうその血色のいい顔が、もう物語ってるわ、勢いを。はい。あ、この勢いのまま、あ、後楽園、3月21日、おいらがベルト、取ってやるからな。覚悟しとけよ。しょ。行くぞ。しょ。おい、2AW のファンドも見たか。俺たちが 2AW のタッグチャンピオンだよ。おい、今な、 2AW のタッグで一番強いのは俺たちなんだよ。なんかさっき二人挑戦表明してきたけど、あんなやつに勝てるわけねえだろ。いつでもやってやるよ。